今日はですね、MV の撮影と愛車の撮影をする一日です。すごいハードな一日なんですけど、メンバー一人一人頑張りたいと思います。何者？おはようございます。今日メイクさんがいて、めっちゃキラキラにしてもらったので、可愛く撮れるようにあとは頑張らなきゃなっていう感じです。おはようございます。今日は初めての MV 撮影です。衣装がいいって言って、こんな可愛いのになりました。あとおしゃぶり、おしゃぶりと詩です。あと見て、ヘドレも作ってもらいました。お友達に作ってもらった手作りで、お気に入り、可愛い。もうやばい、どこですか？これ撮影で使われます。リンゴ食べるんですか？どこ？MV で。美味しい。小尾ちゃんがめっちゃ褒めてくれたから、めっちゃやりやすかったし、なんかめっちゃ綺麗だった。盛れてた。見えないかも。ここがいい。かわいいです。そこ張りづれな。
ですね。難しいですね。どうしてもこれがあるからそうなりますよ。うん、ちょっと、いや、耳を見せたいです。先生が、私もともとアイドルオタクなんですけど、好きで SNS をずっと見てたせいや先生が教えてくれてるんですけど、もう可愛くて、もう本人には言ってないんですけど好きだったってこと、先生だけどニヤニヤしながらレッスンを毎回頑張ってやっておりました。なんかちょっと嬉しくて、お母さんとかにせいや先生と会った後にいつもめっちゃ可愛い先生でって言って実は見せてるので、今度お母さんを連れてせいや先生のライブに行きます。ありがとう。天才。うん、今なんか今はなんか一回ちょっとうつむいちゃったから目線だけ泳がないようにずっと、うん、はい、もう一回もらいます。同じとこ流します。あ、いいじゃん。ちょっとガオーみたいな感じで。で、ガオーの時にカメラにちょっと覗きます。ワイワイしたー。よかったー。なんか、爪がカービィすぎて、半径が。大人が焦ってました。知らん。私はカービィを強めてる。死ぬ。あ、いい感じ。元気なんだけど、なんか。何者？なんだろう、自分だけなんか異空間にいるみたいな感じ。でめっちゃ大人いっぱいいたし、なんか緊張ってした。一言で言うとこれです。これとあとはこの襟とこのこれです。なんか強そうなんで。ソロシーンの撮影は緊張しましたか？超緊張しました。ソロシーン、あ、でもソロシーンよりおゆちゃんと一緒になんか向かい合って、こんな距離で撮影しなきゃいけなくて、マジで今年一照れました。可愛かった。やだ。ダンスについて教えてください。ダンスについて、全体的にぴょんぴょんしてて可愛いからオタク真似しやすいと思う。チューチューのとことかオタクとチューしてんのやば。見せてくれた。上がりますね。ロゴが戻らない動きで手を渡して固定してあるとこう食べたら踊って大丈夫だよ。はい。うん、かわいい。その角度いいよ。気持ち顔の向き正面気味。
睨む感じ。やば。無理ってやつね。可愛い。これも可愛い。うん、かわいいです。うん、いいね。ありがとうございます。